はい、ちょっと今日はちょっと足が震えるような場所です。奈良県最南端二つのダムという場所に来てます。あんまりこっち側近づきたくないんですけど、こういう状態の場所で、ここ心霊スポットなんですけど、あまりにも高すぎると。で、十津川の大水害で多くの方がこの終着点まで流された場所でありまして、でその方針がえぐいですよ。これもう近づくのめっちゃ怖いんですけど、無理っすわ。なんかね、ものすごい、なんかね、体を前に持っていかれそうになるんですよ。それがなんでかというと、低いんですよ、ここ。低くないですか、これ。で、ここにはね、慰霊碑もあるんですね。もうほんまにここは怖いかもしれへん、俺が。あ、ムスタン久しぶりです。風船ありがとうございます。ここはね、心霊スポットとして有名ではないんですけど、かなりレベルは高いと思います。僕白鷹大岡にとかいろんなとこ行ってますけど、京都やり大阪やったり、ダムレベルで、ダムの中で言えば僕の中では一番ここ嫌かもしれへん。こっちにいると怖くないんですよ、普通なんですよ、全然怖くないんですよ。ああ、風強い。でこっち来るともう真ん中過ぎたあたりからもうむっちゃ怖いんですよ、ここ。わかん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 、笑えてくるぐらい怖い。何これ、もうこっち行くともう怖くてしゃあない。こっちは全然怖くないんですよ。多分霊的にビビってるっていう、そうだね。この高さ分からんっすよね。でもあかん、もうあかん。マジで怖い。で、こっち側来ると水近いんです。だから全然怖くない。二つのダムって奈良県とか大阪京都から来る行くにはかなり遠いんで、多分心霊スポットとして来てる人は少ないと思うんですね。で、マップ上でも二つのダムが心霊スポットっていう情報は上がってないと思います。情報とか心霊スポット情報とかでも上がってないと思います。ただそれでもこの場所は怖いと思いますね。何やろな、なんか幽霊がパッて出てきて怖いとか追いかけられて怖いとかじゃなくて、もうずっと不安なんですよ。心霊の怖さじゃないかもしれへん。
命の危険を感じてるかもしれへん俺この場所は。もうなんか足がもう血につかへん感じなんです、歩いてて。ちょっと動いたけど、高すぎるやろ。もう放水がスローモーションに見えるもんね。怖っ。あかんわ。あっちあかんわ。左側は絶対あかんわ。死にそうや。だからライトがめちゃめちゃ明るいからいいもの、わかるものの、暗いライトだったら絶対わからへんぞ。この先にあそこに慰霊碑が立ってるんですね。慰霊碑がこっから見ても高さ、うわ怖っ。ちょっと薄ぐらい、放水であんなに高い場所からあの打ちつけるように放水する理由って何かあるんですかね。さあ、今日はねこの慰霊碑まで来れたらいいかなと思ってます。寒い、風がすごいから声がちゃんと入ってるか分からないです。今ちょっと風収まりましたね。あ、そうでもないか。はい、慰霊碑があります。
これは、多くの方が水害で亡くなられている場所ですので、はい、追悼させていただきました。はい、放水がすごいすごい放水やってるところです、めちゃめちゃ高いから、こっち側今ここいるんです。ここはねまだ今端っこなんですよ。まだここは全然大丈夫なんですけど、もう中の方あの辺ぐらいまで行って、こっち側の左側の放水側に行くと、もう足震えそうになるさ。でもこっち側来ると全然不安感全くないっていうね。なんかもうすごいね、こっち側に吸い込まれていく感覚が出てくるんですよ、ここ歩いてると。で多分この地面の傾斜も関係あると思うんですよね。こっち側は全然なんともないですよね。この高さって結構低いんですよね。今僕こう立ってみますね。そう、むっちゃ覗き込むのは怖い。この高さ。身長177センチあって、177センチ僕身長あるんですけど、思いのほか低いんですよ。でこっちの高さが一緒で、こっちも高さ一緒なんですよ。だからもう腰ぐらいの高さなんで、もうやばいです。もうここでも怖いですもん。やばい、ちょっと待って、見られへん。はい、もうなんか呼吸できひんなるじゃない、この緊張感が強くて。ほんま左側、天理ダムで、奈良の天理ダムで、放水側を歩くと気持ち悪いっていう方が結構いると思うんですけど、僕そこ余裕なんですよ。ここはダメですわ。90メーターって結構、そんなもんなん？もっとあるでしょ。有効落差、水が放水してる高さ、水の放水の高さってことかな。なんか放水の、ちょっと待って、今なんか喋りかけられた。落ちろって言われたような気がした、今男の人の声で。あ、 YouTube 動画ありがとうございます、ありがとうございます。はい、まあ行きましょう。なんか落ちろって言われたような気がした。なんかいるんでしょうね。そういう風にね、こうなんか覗き込んでる時にそういう風な声聞こえた瞬間って危ないんでね、逃げた方がいいです。ほんまに落とされる可能性あるんで、まあ見てて落ちてしまえって思ってるだけの人かもしれへんけど、落ちろって言ってなんか
ほんまに物理的に押してきたりするようなやったら嫌ですもんね。